毎度お世話になっております。 L の季節実況プレイ続きをやっていきます。よろしくお願いします。はい、前回ルミネちゃんの過去が明らかになったわけなんですが、おそらくルミネちゃんの生前って前世か前世って押原さんじゃないかなって思ってるんですよね。なんとなくだけど、まだ確証は得られないけど、まあ、おそらくね押原さんなんじゃないかなっていう気がするんですよね。で、何やら邪気を感じ取った聖者さんが理事長室を飛び出していったっていうところで前回終わったんでしたね。はい、続きやっていきましょう。聖者はどこかに潜んでいる奴を探し校舎内を走り回った。これが奴が直接行動に出る予兆だとしたら自分の計算が間違っていたというのか。そうなるんじゃないかなって俺は思ってたよ。だいたい泳がせてる人は手遅れになってバカなっていうパターンが多いから。爪が甘いの。聖者は自分が取り返しのつかない誤りを犯しているのではないかという強い不安を感じ始めていた。2年前にトリスメギストスさんと対峙した時と力が全然違ってるってことなのかな。過去麻酔症によって引き起こされた事件の情報から判断する限り、奴が直接何かの行動を起こすことはほとんど考えられない。常に奴は麻酔症を介し誰かを操り行動する。2年前の事件でもそうだったし、今回も経過を見る限りいつもと同じ経緯をたどっているはずだった。ああ、だから泳がせてたのか。聖者には自信があった。今度こそ奴を刈り取ってみせる。2年前の決着を俺自身の手でつけてやる。決着を。この仕事はいわば聖者にとってのリターンマッチであり、だからこそ他の者に手を出してほしくはなかった。管理局に全てを報告し援助を要請するのがエージェントの責務であることは分かっていたが、あえて報告を入れずキリを追い詰めるような行動に出たのもそのためだった。ダメだな、ほうれん草はしっかりやらないと。俺は奴の力を侮っていたのか。刻一刻強くなっていく邪気に聖者は恐れを感じ始める。まさかまさか。彼は校庭に駆け出して周囲を見回す。いつもと変わらぬ様子で静まり返った夜の空気の中に佇む校舎。しかし霊波を見抜く聖者の目にはまるで悪しきものを祀る神殿のように映っていた。何か名乗しがたい力が出現しつつあることは間違いない。罠にはめたつもりが逆に罠にはめられたのか。不気味に沈黙を続ける夜空に向かい聖者は叫びを上げる。出てこい、姿を見せろ。聖者くん、お兄ちゃん。あ、ゆきちゃん、お兄ちゃん呼びなんだ。お兄様って言うかなって思ってたんだけど、お兄ちゃん、お兄ちゃんもいいな。兄様もいいね。昇降口から彼の妹とエリザ・ノインテータが駆け出してくる。ゆき、来てはいけない。でも、お兄ちゃんが。堀江ゆいさんの声でお兄ちゃんって呼ばれてえな、俺もな。あとの二人は。わからない。途中で別れたから。多分、校舎にいると思うけど。そうか。とにかく今は何が起こるか予想もつかない。エリサさんを連れて、お前理事長室に戻っている。エリザさんは戦えないの。どうするのお兄ちゃん。ゴーストスイーパーみたいな見た目してっけど力はないのかな。奴はもうすぐ現れるはずだ。俺がこの手で必ず。助けてくれ。誰の声だ。
突然誰かがマイナミの頭の中に呼びかけてくる。頭の中に直接助けを求める苦しげな声。ファミチキください。キリュウ、キリュウ先輩、どこにいるの。お、屋上だ。マイナミは周囲を見回し、気配のする方を探ると、彼女は校舎の屋上から一畳の光が空に向かって立ち上がっていることに気づいた。お兄ちゃん、あれ、管理局の人は気がついてないのかな。なんかレーダーとか設置できる、あの探知できるなんかレーダーみたいなのとかあるんでしょう。気がついてそうだけどね。あれはまさかやつの。先輩、先輩があそこにいる。何の光？ゆき。ダメ、ゆきちゃん呼んでる。キリュウ先輩が呼んでる。私行かなきゃ。待て、ゆき、行っちゃダメだ。聖者の静止にマイナミは一瞬ためらいを覚える。しかし後悔の思いが彼女を突き動かした。ごめんなさい、お兄ちゃん。でも、私、行かなきゃ。ダメだ、ユキ、行くな。行くなっていうか、止めろよ。言葉じゃなくて、行動で止めなさいよ。ここはどこだ。突然闇の中から抜け出した桐生誠は周りを見回す。そこは校舎の屋上だった。まるで全身を締め付けられるような苦痛を覚え、桐生は床にへたり込んだ。炎に取り巻かれるような暑さを感じ、一気に汗が吹き上がると、その時彼は床一面に散乱する楽譜に気づく。魔楽譜か。楽譜。キリュウは震える手で床を覆っている紙片の一枚を取り上げ、五線譜に沿って視線を走らせる。そこに描かれたスコアの意味に気づき、キリュウは悲鳴を上げた。魔楽譜、邪法によって作り出されたおぞましき曲の数々。違う、俺はこんなものが欲しかったんじゃない。楽譜を取り上げては破り、引き裂き、踏みつける。俺が作りたかった曲は、俺が望んでいたものは。何枚書いたの？キリュウ先輩！あ、ユキちゃん来ちゃった。マイナミ、助けてくれ。俺は！先輩、しっかりしてください！聖者さんとエリザさんは来てないの？行くな、マイナミとか言って言ってたけど。あ、ユキって言ってたけどさ、言うだけだったのかな？走って止めろや。止めろ！あ、やめろ、俺に何をさせるんだ。体の自由が効かない。勝手に動き始める。キリュウはその力の主の殺気がマイナミに向かっていることに気づく。まさか俺に。ダメだ、そんなことはさせない。エロいことするのか、スマートボンのように。ユキちゃんにエロいことするんだろう、俺の体を使って。彼は必死になってその力に抵抗しようと試みた。逃げろ、逃げてくれマイナミ。お、嫌です。私がもっとしっかりしていれば、先輩は。だからもう逃げません。ユウキちゃんの目が本気になった。鎌を構える手もしっかり握られてるしね。今まで頼りなさげだったんだけど、覚悟を決めた顔だな、これは。ダメだ、こいつはお前を。もう諦めなさい、キリュウ誠。夜の闇の中から何者かの声が聞こえる。これ以上苦しむ必要はないのに、なぜ抵抗するの、キリュウ。その気色の悪い喋り方はやめろ。本体はおっさんのくせに。
黙れ、てめえなんかの言いなりになってたまるか。先輩を、キリュウさんを話しなさい。ユウキちゃんの鎌の方がなんか殺意高いよねお兄ちゃんの鎌よりユウキちゃんの鎌の方がね、なんかえぐい形してるよな。絶対こっちの方が強いと思うんだけど。あなたは？私も死神族の子です。あなたと戦うことくらい。聖者さんは本当何してんのこれ。妹に巻かれたのかな。屋上なんだからさ、ワイバーンとか連れてきてひとっ飛びしてくればいいのにね。マジ何してんだあの人。成り行き身を守るにもいい加減にしろよ。あなたもしかしてそうなの？え？そうか、そういうことだったのか。クククッ、面白くなってきたな。お、漢字を使い始めた。これはおっさんが表に出てき始めてるってことだな。おっさんのハイボールさんが権限した。うーわ、なんだこれ。おっさん通り越してクトゥルーになっちゃったよ。少女の声が止んだ次の瞬間、忽然と上空に異形の存在が出現する。生き物とも機械ともつかない形容しようのないおぞましい魔物。無数の触手をうねらせ、宙に浮いたままその異形は不気味な笑い声を立てる。どこが口なんだ。もしかしてこれが。そうです、トリスハイボールです。まさかお前までが転生しているとは思ってもみなかったよ。ん？転生？どういうこと？しかしこれでなぜ彼の心が固くなに閉ざしていたかようやく理解できた。何の話？本当何の話？どうやら記憶までは再生していないようだね。もっともその方が私には都合がいいが。転生してたのはルミネちゃんじゃなくて、ん、ちょっと分かんなくなってきた。異様はうねる触手を伸ばす。お、今度こそ頼むぞ。マイナミは鎌を構えようとするが、異形の放つ威圧感に体がすくんで動くことができない。異形はさらに嘲笑うように声を上げると、どこに口があるんだ。触手で桐生の身を。おい、そっちじゃねえだから男を触手プレイして何がいいんだよ。俺は喜ばないよ、少なくとも。自分の内部に取り込んでしまった。ほんとつっかえこの人。やめたらその仕事。残念だったね。やはりお前の力程度ではこの男を助けることはできないね。返して、先輩を返しなさい。鎌ぶん投げたらまだいけるんじゃない。あ、先輩ごと真っ二つにしちゃうかな。やるかね。やりますね。マイナミは鎌を振り上げると全身の力を込めて飛び上がり、異形に向けて振り下ろした。しかし無数の触手がその一撃を受け止め、彼女を弾き飛ばす。背中から屋上に叩きつけられ、激痛が彼女の全身を走る。マイナミは痛みをこらえ、とっさに鎌を構え直すが、触手に絡め取られてしまう。ようやく来たか。スチールください。あ、鎌が。鎌だけかよ。お前が現れたことで私の苦しみは始まった。二度と私を苦しめることができないよう死んでおくれ。ん？マイナミちゃんって何者よ。え、これバッドエンドかな。このゲーム普通にバッドエンド行くからなちょっと待って、選択肢もなしにバッドエンドはやめろ。2回目だぞ。異形は鎌を振り上げ、あー、マイナミに切りかかる。お兄ちゃん何してんの。だがその一撃がマイナミの頭を捉えようとした瞬間、鎌から強烈な光が発せられ、異形の本体を直撃する。お兄ちゃんか。マイナミは確かにその時竜の姿をした気が異形に襲いかからぬ感じ取る。お兄ちゃんのワイバーン、今のは一体。あ、お兄ちゃんだった。おせえよ。でもナイス。お兄ちゃんかわいい。めちゃくちゃかわいいぞ、こんな状況なのに。
スイーツを見る時の乙女の顔してんな。聖者とエリザ、そして鈴篠とリリス、マイナミが振り返ると階段から駆け出してくる彼らの姿が目に入った。ついに現れたか。おやおや、とんだ邪魔者が現れたね。まあいい、もうお前たちには何もする時間もないのだから。今の竜の気配ってもしかしたらポチか。お兄ちゃん間に合ってなかったもんね。異形は空高く舞い上がると謎の言葉と嘲笑を残して、現れた時と同じようにその姿を忽然と消し去った。だからどこが口なんだよ。世界の再統合、それはもうすぐ実現する。まだ少しだけこの男の心を開かせるのに時間がかかるようだがな。そのわずかな間、覚えておくがいい。私はトリスメギストス、失われたエニシを結ぶ者。その夜、聖霊学園で起きた異変は直ちに心霊管理局に報告された。報告されるまで気がつかなかったんだ、心霊管理局は。霊波探知機とは一体何だったのか。舞波聖也は勝手な判断で調査を行ったことを厳しく叱責されたが、調査の担当を解任されることはなかった。麻酔症に関する事件に関しては彼が最も直接的な経験が多く、事態が完全に終結するまではその知識と経験が必要であろうと判断されたのである。一方でエリザ・ノインテーターの責任問題も浮上したが、これもやはり不問とされた。キリシロアキラの魔術書について管理のずさんさが指摘されたのだが、ブックケースにかけられた錠に施された結界はこの種のものとしては極めて強力なもので、麻酔書の力の助けなくては到底開くことできないものであることがすぐに判明したからである。置いとかない方が良かったんじゃないかっていう話はあるけどね。だって麻酔症の力では開けられるんでしょ。麻酔症が出現した時点で鍵かかってないようなものじゃん、それね。保管しときなさいよ、学校の図書室に置いてないで。魔法が存在するこの世界では、ごつい金庫に物をしまうよりも強い結界で守ることの方が防犯の役に立つのです。そう生徒の目の届かないとこに置くっていうのも重要だったんじゃないかな。なんか矛盾があるんですけど。管理局の寛大ともいえる処置だったが、局としては当事者たちの責任を下手に問えば逆に自らの責任自体が問われる可能性を見越したのである。ほんまお役所。麻酔症の存在を以前から感知していたにもかかわらず、放置に近い状態で処置を遅らせたと指摘されても反論のしようがなかったからである。まああの本もね、管理局が管理しとけばよかったのにって思うよね学校なんかに置いてあるから桐生に麻酔症の力を使って開けられたっていうのがあるわけだし、生徒の目の届かないところにあればそもそも開けられることはなかったわけだからね。事件に関わった当事者たちがそのことに気づくまでさほどの時間は必要なかった。まあ、ガバガバですからね。新たに数名の調査員が学園に派遣され、事件の調査が行われたが、事件の痕跡はおろか霊波の乱れは全く観測されず、事態は一切進展しなかった。義龍はバンドメンバーたちの実家への聞き込みも行われたが、家族は彼らの存在自体記憶していないありさまで、そうなんだ。つまるところトリスメギストスが自らが存在した記憶を徹底的に消し去った事実だけは判明したに過ぎなかった。あれ、龍崎と小島どうなったの。そういえば連れて行かれてから現れてないよね。こいつらも利用価値があるみたいなこと言ってたけど。学園祭については予定通り開催するかどうか父兄会によって協議が行われたが、桐生の失踪後、学園を覆っていた異常な霊波がすっかり消え去り、再び異常な現象を発生する様子もなかったことから、予定通りの日程で開催が決定された。ただし、いついかなる事態が発生しても対処ができるよう、管理局の警備員たちの監視を受けるという条件付きではあったが、大丈夫？その人たち、無能だよ。隠して数日の時間が流れ、音楽コンクールの予選が行われた1週間後の日曜日、
晴れて学園祭の初日となる。全然晴れてないけど。華やかに飾り付けられた校舎、校庭には模擬店が立ち並び、祭り初日のにぎわいを見せている。麻酔症の一件に関わった者たちの表情が曇っていることに気づく者はいない、まあ、何も解決してないもんね。涼しなルミネと舞波勇気は中庭のベンチに腰を下ろしていた。涼しなルミ…あ、間違えた。下ろしていた校舎のあちこちから聞こえてくる楽しげな騒音にも心躍ることはなく、お互いに交わし合う言葉も見つけられず、二人はただ黙ったままうつろな表情で空を見上げていた。事態に対する不安と緊張、桐生の身を案ずる気持ち、言葉に出してしまえば感情が吹き出してしまいそうな数々の事柄が二人の喉を詰まらせる。しかし何よりお互いの桐生に対する思いに気づいてしまったことが二人の間に見えない壁を作っていた。重い口を何とか開こうと二人は同時に頭を上げる。しかし言おうとした言葉は相手の視線を感じ合うことで萎えてしまう。ゆきちゃん、あのさ、その先輩、あの暗いな、二人とも。涼しなと舞波の間に漂うわだかまった空気を吹き飛ばすような明るい声、仰ぎ見るとそこにエリザのインテーターが立っていた。そのそばにはコウルイ・ジリスが浮かんでいる。ま、真面目なあなたたちのことだから、キリュウ君のことを考えるなって言ったところで無駄なのは分かってるけどね。これリリスちゃん結構でかいのかな。手乗りくらいのサイズだと思ってたんだけど、7分の1フィギュア、6分の1フィギュアくらいの大きさあるんだこの子。そうだよ、二人とも元気出して出して。元気の出ることしてください。おつやだな。まあしょうがないか。でもね、ここで考え込んでいてもことが解決するわけでもないわ。今からそう落ち込んでちゃ、いざ何かが起きた時に判断が鈍ってしまうだけでいいことなんてないわよ。それに事件のことなら聖者君が調査中なんだから彼に任せておくしかないでしょ。それが一番心配なんだけどな。彼後手に回ってたからな。大丈夫かな。それはその、どうしたの、ゆうきちゃん。いえ、そのごめんなさい、何でもないんです。野外スピーカーが音楽コンクール参加者へ集合をかける。それを聞いた涼しながバネで弾かれたような勢いで立ち上がった。これもしかして音楽コンクール始まって、いけない、もうそんな時間。キリュウが乱入してくるみたいなのあるかな。そこでマガクフを演奏するみたいな。あ、それで龍崎と小島連れてったのかな。涼しな先輩、ザップのメンバーで演奏するのかもしれないね。本戦に参加するのね。はい、いろいろ考えたんですけど、ここで棄権したらかえってあいつに悪いかなって思ったんです。それにあいつを追い込んだ責任も取らなきゃいけない。今あいつのためにできるのはこれしかないし。ほんまいい子やな、ルミネちゃん。次に攻略するのはルミネちゃんにしよう。この子いいね。ただのギャルじゃなかったな。涼しなの言葉にエリザは黙ってうなずいた。うん、これから音楽コンクールって感じかな。はい、じゃあちょうどいい時間ですんで一旦ここで区切りましょうか。はい、では今回はこれで終了します。また次回よろしくお願いします。
ありがとうございました。